ブラジリアンタウンは日本国内でブラジル人が多く暮らし、ブラジル人向け施設が多い街のことを指す。愛知県豊田市にあるホミ団地、ポルトガル語などの看板が多い。1989年に日本の出入国管理法が改正され、3世までの日系ブラジル人とその家族を無制限に受け入れることを始めると日本での高収入に着目した、もしくは ブラジルで職を失った、多数のブラジル人が日本へで稼ぎに来るようになった。それに伴い、ブラジル人が在住する群馬県大田市、群馬県大良郡大泉町、栃木県小山市、茨城県上層市、愛知県豊田市、豊橋市、静岡県浜松市、岐阜県美濃加茂市、蟹市、大垣市などの、機関労働者を多数雇用する工場地帯とその周辺地域では、 ブラジル人を主な顧客としたスーパーマーケットやレストランなどの各種商店が現れブラジリアンタウンと呼ばれるようになった。ブラジル人は英語ではなくポルトガル語を話す。在日ブラジル人で英語が話せる人はごく少数である。そのブラジル人が比較的多く住んでいる地域がなぜ英語起源の言葉であるブラジリアンタウンと呼ばれるのかは不明であるが、 中華街のことをチャイナタウンという例もあり、特に気にする必要はない。ブラジルの経済が再び活況を呈している。現在でも日系ブラジル人の日本への出稼ぎは多く、現在日本に滞在するブラジル人は約30万人以上とされ、日系ブラジル人による日本への出稼ぎ者の増加に伴い、出稼ぎという言葉は出稼ぎと表記され、ポルトガル語の一部となっている。 日本に住む日系ブラジル人やブラジル系、日本人向けの新聞や雑誌も多く発行されている。ところが、リーマンショック以後の雇用状況の悪化、それから立ち直りかけた時に起こった東日本大震災を契機に多くのブラジル人が日本を後にして帰国した。他方、地下によって日本政府の立場から見た在日ブラジル人の現象もある。 そのため現在の在日ブラジル人の数は20万。今日と言われ、一時期と比べると3分の2に減少した。ありがとうございます。